んと張りが出るのに驚いたの。もう価格破壊ですよね。皆さんこんにちは、美容家の咲岡めぐみです。今日は新作アイクリームプチプラ編をお届けします。ミドプラの新作アイクリームもうすごく熱く語った動画がありますので、ぜひこちらもご覧いただきたいんですけれども、とはいえちょっとお高いよね、プチプラで何かありませんかっていうお声かなりたくさんいただくんですよね。なのでプチプラの新作アイクリーム、それからプチプラのおすすめアイクリームをご紹介したいと思います。成分オタクの方にもぜひご覧いただきたい内容を含みますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはこちらです。ミノンエイジングケアアイクリーム。プチプラアイクリームの中では保湿力ダントツ、珍しい敏感肌の連用テスト済み。これ結構固めのクリーム状です。でこっかりしているんですけども、こう肌に伸ばすとスーッと伸びる。後肌感は頼もしい保湿感というか油分感がしばらく続くんですけども、これしばらく経つと肌と一体化して膜感に変わります。香りはありません。おすすめの肌質は、目元なら全肌質 OK です。姿勢肌の方は全顔塗らないでくださいね。肌悩みとしては乾燥、シワ、それから茶グマ、肌荒れ、詳しい説明いきますね。シワ改善、美白有効濃度のナイアシンアミド、抗炎症有効成分、肌荒れ防止有効成分ですね、これのグリチルリチル酸ジカリウムのダブル取材の医薬部外品になります。ミノンアミノモイストのエイジングケアラインは、まあ、名前の通りアミノ酸にこだわりがあるんですよね。アミノ酸っていろいろ私たちのお肌を構成してるんですけれども、特に天然保湿因子 NMF、 これって半分ぐらいがアミノ酸でできてるんですよね。その中の構成成分であるアミノ酸9種を配合しています。こう純アミノ酸って言ってるので、保水力アップしてきますよと。 NMF って水分を角質細胞内で保持する役割があるんですね。それから2種の正統アミノ酸、エルリシンとトリプトファン。トリプトファンって化粧品ではカルノシンのことを意味するようです。アミノ酸誘導体ですね。皮膚のタンパク質の劣化を防いでシワや皮ぐすみをケア。カルノシンってアミノ酸誘導体なんですけども、皮膚のタンパク質の代わりに自分が糖と結合することで真皮のコラーゲンとかエラスチン繊維を糖化から守るっていう作用があります。もう一つの特徴はハリシェイプペプチド WR、 特徴的な成分名なので原料特定できるんです、できたんですけども、弾み肌っていう原料があるんですね。これ日本のメーカーさんの独自技術によって開発したコラーゲン由来のスキンケア成分。コラーゲン産生促進効果とか線維化細胞活性作用によりハリのある肌へと導くことでエイジングケア効果を発揮しますよ。本来廃棄されるはずの魚の鱗を使った原料だそうです。 SDGs の流れでアップサイクルっていう言葉をもう化粧品業界で聞かない日はないんですけれども、アップサイクルコラーゲンっていうものになりますね。ナイアシンアミドの作用基準はコラーゲン生成促進なので、弾み肌で繊維化細胞を活性化して真皮のヒアルロン酸合成とかエラスチン合成も記載できますよね。なのでこのナイアシンアミドと弾み肌、ハリシェイプペプチドダブであるっていうので、まあ、いろんな作用基準を網羅したかったのかなっていうふうに思います。機材としては、水ノーグリセリン BG などの水系機材に、油剤は鉱物油、あとサラッとして伸びが良いエステリ油、あと保水性を持つエステリ油、あとシリコーン、ベヘニンアルコールなどが使用されてます。であとはね、ワセリンが配合されてるんですよね。ワセリンって石油 100% なんですが、同じ鉱物油でもミネラルオイルって横に長い構造なのね。だから肌にあんまり馴染まない、滑りはいいんだけどギトギトしがち、保湿力もまあちょっと今一つみたいな感じなところに、ワセリンって縦に長い構造なんです、立体的な。なのでベタっとするでしょ、ワセリンって、はい、結構しっかり保湿できる油剤選定になってるなっていうふうに思いました。でちなみにワセリンって安く薬局で売ってるでしょ、なんですけどこれ10万円とかの高級クリームには必ずと言っていいほどワセリンが配合されてます。やっぱりね、このリッチなテクスチャーを出したいんですよね。第一三共さんなのね、あのミノンって。第一三共さんの皮膚科学に基づき敏感肌、年齢肌を考えた処方って歌ってるんですね。なので無香料、無着色、弱酸性、アルコールフリー、パラベンフリーと、アレルギーテスト済み、パチテスト済み、スティンキングテスト済み、あとはこれが珍しいなと思ったのは敏感肌、乾燥肌の方による連用テスト済み、敏感肌の方のご協力によるパッチテストってあるんですよ。なんですけども、わざわざ連用テスト済みって書いたところがなんかすごいなと思って。連用テストって何回も一定期間使うとか、そういう、そう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 、気になった点
特にありません。で実際に使ってみてこっくりクリームで肌にとっても優しく使えます。で敏感肌にもすごくおすすめ。コクのあるクリームが頼りがいのある保湿力を出してくれるっていう。塗った直後の透明感も秀逸なので気分が上がる。ただ時間が経つと固めの膜ができちゃうのね。多分ポリマーの組み合わせか配合比率の問題なのか。これなんか最初保湿力すごいダントツと思ったんですけど、結構固めの膜になるなと。だけどこれをね張りと感じる方いらっしゃると思うんですよね。これはこれでいいんじゃないかな私は思いました。はい。でまとめますと、敏感肌の方でもシワとかチャグマとか悩み人なのでメラニンにも効きます。こだわりのアミノ酸が気くすみにも効いてきます。なので色がついたクマ、黄色とか茶色とか系のクマ気にしてる方にもおすすめ。で続いてはこちらです。乾燥酸薬用リンクルケアクリーム。ミノンも結果的にハリ感出るなと思ったんですけれども、シワ改善だけじゃなくて目周りの速攻ハリ感を出したいっていう方ならこれです。こういう感じ。ミノンよりはちょっと柔らかいんですけども、でもこっくりめのテクスチャーです。伸ばすと実はちょっとねこれね分かってもらえるかな、筋状になるんだけれども、これやがてこれ置いとくとやがて馴染みます。しっかりめの油膜感、香りはありません。おすすめの肌質は全肌質 OK です。肌悩みは乾燥、シワ、それから目元の張り不足、あと肌荒れ、茶グマ、こちらもねシワ改善美白有効濃度のナイアシアミド、あと肌荒れ、ニキビを防ぐ有効成分のグリチルリチン酸ジカリウム、このニキビを防ぐっていう効果効能の申請を乾燥さんはしてるっていうことですね。まあダブル取材の医薬部外品になります。他の美容成分としてはピュアレチノールが配合されています。ビタミン A 含有量が、このああいう表現やめていただきたいんですよね皆さんちょっとパーセンテージで書いていただけませんかっていう、 166,667IU%g って書いてあるのね。これをレチノール換算するので 0.3 かけると 50,000.1μg になります。ミリグラム換算するために 0.001 かけると 50.001mg。数学の授業みたいになってますねで比重が分かんないんです。仮に 1g イコール 1ml とした時に 0.05g かける100で 5% みたいな。もっとごめんなさい、別の方、別のサイエンティストにも確認取るべきですと申し訳ありません。私計算間違ってると思うんだよね。レチノールの効果は感じたんですか？うん、感じなかったです私レチノールモサなんで感じにくかったかもしれないですね。ビタミン A 油って何みたいな、ビタミン油液って何っていうと、レチノール、レチナル、レチノイン酸のことをビタミン A とまあ呼ぶんですけども、が溶けた天然由来のオイルっていうことなのね。これは実は肌荒れ防止の有効成分としても日本では認められてるんですよ。他のビタミン A 関連成分は結構合成由来のもの多いんですよね。もう最近あの植物由来レチノールって結構今年の原料店とかでも結構出てたんですけれども、まあ、合成由来のものが多いから、今までは天然由来のビタミン A 関連成分使いたいよっていうとビタミン A を使われることが多かった。原料の種類では DSM さんのビタミン A 油はピーナッツ油、パルミチン酸レチノール、トコフェロールっていう番手を持ってますね。これかどうかはわからない。他の美容成分としては人型セラミドが配合されてます。あとはアミノ酸、このあたりちょっと天然保湿因子に似せたような構成になってますね。あとは水系機材に精製水のグリセリン BG とかですね配合されています。油材は鉱物油、硫黄パラフィン、ミネラルオイルね、とあと保水性のあるエステル油、あとコクがあるんだけれども油性感が少ないエステル油、あとマカデミアナッツ油、あとワセリンが配合されています。あと特徴的なのはサラシミツロウが配合されてるんですね。サラシミツロウ何かというと、ミツロウを漂白生成したもの、あと樹脂硫黄イソパラフィン、化粧品名称では水天ポリソブテンって言って油材を増粘させるような感じですね。でこっくり感を出している。石油系界面活性剤、パラベン、タール色素、抗生香料、アルコール、シリコンフリー。ただこれ石油系界面活性剤って何をもってして石油系界面活性剤と定義すればいいかってないんですよね。天然由来と石油を、まあ、合成したものは天然由来なのか石油由来なのか。多分乾燥酸は 100% 石油だけで作られたものを石油系界面活性剤と呼んでると思います。で気になった点としては、まあ、その石油系界面活性剤フリーっていう以外はないです。で実際に使ってみてなんですけども、プチプラの化粧品って本当になんか敏感肌でも使えるようにっていう風な方に本当にシフトしてきたなっていう風に思いました。やっぱりそこで戦っていこうと、肌への優しさで戦っていこうっていうプチプラ界の意気込みを感じますよね。
スキンケアの最後に使ってくださいっていう風にあるクリームなんです。でもアイクリームって大体スキンケアの最後に重ねるのが一般的なので、まあ、一般的なアイクリームの使用順なんですけども、そのようにして塗ったところ、前に塗ったクリームとなかなか馴染まなかったんですよ。土状になっちゃって結構ツルツル滑る感じ、結構馴染まないなと思ってでたんだけれども、やがてなんか溶けるように馴染んでいきます。馴染んだ後はパンと張りが出るのに驚いたの。あのくらいの張り感だと結構ポリマー高配合でまつげについて目の中に入ってしまって大変なことになるんじゃないかなっていう、結構プチプラアイクリームにありがちな難点があるかなと思いきや、見事に克服してました。そんなことは全然ない。アルコールフリーなので、まあアルコールが苦手な方とか敏感肌の方も安心してお使いいただけると思います。でまとめますと、シワケアと目元の張り感両方出したい方にはおすすめです。シワに特化したちょっとお高めのアイクリームを使って上からこれを塗るとかでもありではあるんですかね。なかなか少量しか使えないですみたいなね、お高いとね、ありではあると思います。これとこれでも、これは化粧水の後に使って、これはクリームの後、これとこれだともしかしたらトゥーマッチになっちゃうかもしれない。最後、実はちょっと新作じゃないんですけども、私が大好きな、これ以前にもご紹介してるんですけど、こちらです。セザンヌリンクルホワイトアイクリーム、1000円以下のアイクリームならこれです。白いクリーム状のこっくりしたテクスチャーです。でこれをでもね、柔らかく伸びるのね、すごくすっごい軽い力で伸びてきます。伸びが良くて後肌感は全然ベタつかない。これね、朝のご使用にもぴったりですね。これも全肌質 OK です。ただパラベン配合されているのでアレルギーの方だけご注意ください。肌質はシワ、目元の乾燥しにくすみ、ナイアシンアミドがシワ改善、美白有効成分として配合されているアイクリームなんですね。もう価格破壊ですよね。この価格でっていう最安値のアイクリームじゃないかなっていうふうに思います。で結構もう盛りだくさんの美容成分が入ってるんです。ツボクサエキスとかゲンチアナエキスとか着薬エキスとか。でも機材はすごくシンプル、水のグリセリン BG 水系機材に油剤がシュガースクバラン、あとエステル油、結構水分保持力が高いオイルだけども保水性もあるよっていうエステル油使ってますね。あとはベヘニンアルコールとシリコーン、医薬部外品なので配合量順じゃないんです。多分エステル油あたりだと思います。気になった点もないんですよね。で実際に使ってみてすごくね、マイルドな使用感で結構万人にお使いいただけるかなって思うアイクリームです。ただ後肌感はアイクリームとしてはサラリとしてるんですよね。極度の乾燥肌の方は重ね塗りがおすすめです。でもサラリとしてるからまつげについちゃって目の中に入るっていう心配もない。重ね塗りをしておくと乾燥じわは翌朝には戻りが良くなる。でまとめますと、結構ミノンは3080円でしょ、わりかしまあプチプラとはいえまあまあですよね。だからこれいきなり990円、ちょっとこれは新作ではないんですけども、考える時に候補に入れてみられたらどうかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。プチプラも結構ねいい商品ありますので、私の年代だとやっぱどうしてもちょっといいものを使っていただきたいなとは思うんですけれども、なかなかね予算に限りがあるということもあると思いますので、あと例えばワクチナイザー使っている方はナイシアミドもちゃんと配合してますし、シワへのアプローチも網羅してますので、そういう方はこういうプチプラでもいいのかなっていうふうに思います。お金をかけるところはこれっていうふうに決めてスキンケアを行うのも、これも美容の醍醐味なので、ぜひ今回の動画を参考にしていただけると嬉しいです。なんかどうだった？どんどんプチプラも進化してるんだなと思って買いたくなりました。あ、買いたくなった、はい、よかった。この動画が参考になったと思ってくださった方、高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた。